Happy birthday to you. Happy birthday to you. 誰の？俺のだよ。ということでね、やっていきましょうか。バイオハザード Now into 早速ゾンちゃんがこっちに向かって歩いてきとんかな。はい、ということでね、誕生日を迎えさせていただいております。まあ、実際ちょっとまだ29です。ギリギリまで20代でいたいというね、願いがあるんですよ。はい、そこは許して。ちょっと今日はね、家族とね、ね、僕の誕生日になってね、お祝いをしてくれるということで、まあ、昨日おとといとね、ユニバに行ってきているという予定なんですけれども、僕がその時に生きていればね、ないんですけど、なんで死ぬんだよっていう話は、まあ、それはいいとして、そうそう、で、まあ、無事にね30歳を迎えることができているはずなんで、ね、皆さんと共に30代の幕開けをね、楽しんでいきたいというふうに思います。で、今回来てみる、おいおいコンパートはですね、どこまで進められるか分かんないですけど、できればちょっと梨汁ブッシャー、またちょっとリンゴ汁とアップルジュースをブッシャーさせたやつなんだけど、させた犯人をね、ちょっと見に行きたいなと思って、そこまで進めるかなと思うんですよね。そこまで進めるか、その直前までという感じで、エリオットおはようございます。おやすみなさい、エリオット。エリオットよ、永遠に。ベーン、はい、おやすみ。大丈夫、生きてた、エリオット。これ確かね、これ一応やってるの Z バージョンなんだけど、Z バージョン、スチームの Z バージョンは本当の Z バージョンじゃないっぽいんだよね。で、本当の Z バージョンはエリオットね、下半身食いちぎられてるんですよ。だから上半身だけで這いつくばっていくっていう、そんなね、あれでできない。まだここ塞いどくべきだったね、しまったね。ゾンビが入ってくるってなったら、さすがに貼れないんだよね。やっちゃった。ちょっとこれ2周目とかの裏辺とかやるときとか、ここのゾンビちゃんとかちょっとやっときたいね。いっ、おやすみ。起きてくる、ほら、ナイパイパイはさらに削ってあげるけん。 OK、 じゃあ次進んでいきましょうかね。うん、で、ここは、あれ、ゾンビはいないのかな。ちょっとね、ここのね、回収し忘れたアイテムが2つほどあって、でそれを回収してね、進んでいきたいと思います。なんかここね、外ちらってみたら、なんかゾンビ、なんかレオンの視線が、多分ゾンビ見つけたな、おいお前。さあね、まあ誕生日当日行ったらどんな風に迎えてるのかっていうのが今ね、ちょっとワクワクしてるんだけどね。30歳の時めだからね、まあ、特に誕生日プレゼント多分ないと思うんです。多分ね、ユニバで新しいパンツを買ってもらうっていう、そのくらいだと思うんで。皆さんご存知かな、ディズニーランドとかディズニーシーの、特にそのご飯とかをメインに紹介している YouTuber で、ボビー舞浜さんっていう人がいるんです。僕めっちゃその人好きなんですけどね、お笑いのセンスがすごい長けてると言いますか、まあ、チラッと見てみたら、まあ、マーヴィンがゾンビ化していると言いますか。多分疲れすぎてね、寝てるっていうね、まあ、それはどうでもよくって、そうで、そのボビーさんがね、こう最近ちょっとビビさん見れてなくてあれなんだけど、おパンツをね毎回買うっていう、まあ、ブームがあったんですよ。でそれを見て、なんかやっぱテーマパーク行った時に、新しくパンツを買うっていうね、ちょっと、ね、今何やってんのと思ったでしょ。ちょっと練習今から次やるからね、そうちょっと練習しとかないと、こいつこいつ、あれ、あ、痛い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 、こいつこいつをね、ちょっとこいつちょっとね、ここは何回か行き来するんで、ちょっと今のうちにね、やっておきたい。ちょっとブルームって言ったけど、もうそれはちょっと気にしないで。さあ、こいつが背中を向けた瞬間に襲いかかろうと思うんですけど、ぐいぐいこっち来るね。え、ちょっと待って。ぐいぐいこっち来るね。向こう行った。ちょっと待って、ぐいぐいこっち来るね。目見えてるやろお前。でもちょっとキャラクターの都合上、その目が見えないでっせっていうアピールをしときながら、また見えてるんだけど、見えないキャラとして見なきゃいけない、だから攻撃はまだしないよっていう、まあ、ちょっと、まあ、微妙な親切設計だよね。
バレた。戻るときは早いんだよな。ことこれ気配気づいてるよね。まあいいや、ちょっと先にこっち来ちゃったし、あれでこれで、あはん、もう開けちゃった。今さらだ。マグナムも手に入れた。よし、じゃあちょっとダラダラやってても仕方がないんで、ね、意を決していきますか。多分くるくる回りながら行ってたらいけるはずだから、背中をね取れればね問題はないはずなので、近い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 、聴覚優れてたあれだ。ちょっと待って、早いって、え、ちょっとマジか、いきなりやっちまったな。ここに入ってこれないから、苦しんでくれている間に頭、ケツ、穴とルをちょうだい、穴とル。さあ、来い、ちょ、閉まらないで、苦しんでる、あれ、ちょっと開かないって、なんで、銃を構えながら、はい、ケツ、頭、オッケー、オッケー。さあ、こんな意外とリッカーで体力高いんだよな。ナイフ刺さってるからちょっとダメージをだいぶ負ってくれてたら嬉しいんだけど、誕生日何やってんだ。オッケー、無事にクリア。さあ戻りましょうか。じゃねえや、あれ俺どこ行こうとしたんだっけ、ちょっと忘れちゃった。もうこの処理は終わったから、よし、じゃあ、そうだ、あっち行かなきゃいけないんでね、とりあえず3階に向かっていきます。で、3階にいるちょっとね、いそいそと怪しいことをしているね、ゾンビ、警官ゾンビみたいなのしてみたいんだけど、ここ何番だったっけな、ちょっと思い出したらやろう。何番だったっけな、もうちょっとあんま実は目覚えてないからな、まあちょっと思い出したらなんかやっていきます。もうこれ全然外れだと思う。ですよね。出てきてからか、リンゴ汁ブッシャーさん、ちょっと待って、とりあえずここくる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 開けておいて、なかなかあれだね、まあそんなことはどうでもいいか。じゃあアイテム回収し忘れてるところが何かないかだけチェックしておいて、多分だけど、なったっけ、ロッカーの鍵を覚え出したっぽい。あれだけだったっけ、ロッカーってあの2カ所だけだったっけな。サイドバックがあるところと、あーあとあれだ、地下にもあったな、下水道のところだな。まあ、そこは取れればなんとかなるというところですかね。よし、戻ろう。今から3分粘ってダメだったら諦める。3分粘っていけたらこれは俺の誕生日プレゼントだ。ハッピーバースデートゥー、もうえっちゅうね。あれ違うね。
まだ30秒しか経ってないよ。人生間違えることなんてあるさ。よし。で、なんだっけこれ、打った時の反動がしょぼくなるやつか。これでもマチルダ完成形かな。よし。じゃあ配電室向かっていきましょう。その前にあそこだね。あれ何室っていうんだろうな。ちょっとよくわかんないんだけどさ。あーでもドキドキする。あ、はい、あのね、ぶっちゃけね、 RE3 に出てくるんでめっちゃ走ってくる分厚いコートを着たおじさんよりもね、シュカッと。これ絶対さ、あいつ休んでただろここでっていうね。そうそう、 RE2 に出てくるこいつの方がね、 こっちのストーカーの方がね、多分ねしつこいし、体力たっけえし、怖えし、何よりやっぱ避けられないからな。RE3 の場合はさ、腕が熟達していけばしていくほどさ、その、なんだっけ、全部避けるんじゃん、うまく、ね、でそういうわけにいかないからね、RE2 は。避けれんかったら、終了お知らせやもんな。来るか。あ、ちょっと、あ、しまったらまずいんだな。あれ、ちょっと、なんか意外と弾ないぞ、俺今。こっちから来てないよね。じゃあ、こっち。今、後ろから。あ、来てくれたらありがたいね。あ、お疲れ様でーす。もう引っかからへんのかい。ちょっと来てる。おーおー。外回りの警官っぽい格好してたな。弾尽きた。やべ、倒せるかな。あー、くる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 。オッケー、気持ちいい。起きてる。グレン、男のゾンビグレンっぽいよね。で、倒せたから、さあ、じゃあ次このアイテム回収したし、ハイディンスでイチャイチャしてるハゲとタンクトップの女をちょっと動かしに行きますんでね。よし、じゃあ外に出て、ね、ここはブルーハーブだけか。まあ、ここブルーハーブもね、なんか近くに行く、なんだろうな、その、これ高級も怖いよな。地下に行くための、まあ、ちょっと手段的なあれだね。よしよしじゃないんだけど、ね、全然よしではないんだけど、まあそんなことはどうでもよかろうもんね。じゃあここ下下っていくと、で、まあ、でもこいつらって本来どうなんだろうな、倒さずに行った方が楽というか、弾の節約にはなるけどな、まあ、なんだかんだ狭いところになんか立ちふさかられると結構めんどくさかったりとか、やっぱ始末してた方が楽っちゃ楽なのかな、まあ、そこは好きに良きに計らえってやつだろうな。じゃあ進んでいきましょう。とりあえず、ね、サッと開けて、こんなね、なんか来るの危険を犯したまでやって、もういてた、準備到来、出番到来って、ね、ほんとね、おいおい、美人だよね。美人かどうかわからんが、スタイルクソいいよな。太ももムチムチだし、くびれてるし、育してるし、ね、前世はきっと多分たくさんの男が言い寄ってきてると思います。まあでも残念ながら、死体ではないけど、ちょっと、人間が好きなゾンビはちょっとっていうね。ああ、でも結構いい時間だったな。そうだな、全然盛り上がりのない誕生日を迎えることになってしまいましたが、まあ誕生日ってさ、他の人にとってはさ、ただの一日だからね。言ってて虚しくなっちゃった。まあ
そんなこともいいっすね。あの無難にあのストーリーを進めることができたんで、あの次回から、ね、多分盛り上がると思います。例の男が現れるんで、まあ、そこぜひね楽しみにしていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ちょっとねアイテム整理だけさせてもらって、ちょっとアイテム整理しとくか。ちょっとさすがに弾がなさすぎるよねこれね、うん、あれ、あ、なるほど、これはさすがに弾をくっつけてとかってのはできないのか。了解了解。これはまだ、あ、やっちまった、先にあそこ行くべきだった。スターズ部屋の廊下のところのあれをクリアしとかないと、これ今から戻るとタイラントが出てくるからめんどくせみたいな、例のあの人からタイラントって言っちゃったけどさ、まあ、ボルデモートよりは怪しくないからいいか。そんな話はどうでもよろしくって、どうしよっかな。救急スプレーがもうないんだよな、意外と少ないね。まあ、救急スプレーの方がそうだね。じゃあ、ちょっとあれちょっとなんかうまく装填できない。やっぱもうちょっといるよな。よし、装填完了。じゃあアイテム手に入れましたので、はい、じゃあね、ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタン、そして、誕生日おめでとうのコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回のパートでお会いいたしましょう。お疲れ様でございました。さよなら、バイバイ。